さて、せっかく関係者が集まってくれたとこ悪いが、雪平くんのかっこ悪いとこ見せちまうな。エリナ姫のことも気にかけてるんだろ。よそ見してていいのか。よそ見だ、冗談言うな。まっすぐ向き合いまくってるっつーの。ふん、これわかるよな。親父の包丁。お前の包丁の上位互換、丈一郎のナイフでお前にとどめ刺してやるよ。あんたが親父の包丁を握ってくれて、むしろ好都合だぜ。この試合は俺が親父を超えるための戦いにもなったんだ。俺自身の相馬の包丁で。おお、ワコードたちが燃えておるな。よきかな、よきかな。これは彼らの熱意に応えるような歯応えのあるお題が必要じゃな。俗に世界の五大料理と呼ばれるものがあるの。諸説あるが、フランス料理、中国料理、トルコ料理、インド料理、そしてイタリア料理。この5つは特に有力なジャンルだと言えよう。さて、この試合のお題はその全てじゃ。食材は自由、制限時間は180分。五大料理全てを一つの品へと集約させ、最高の美食を生み出してみよう。調理開始。何、五大料理を一つに？どうやって成立させろってんだ。無理難題すぎるよ。青の前哨戦で世界三大スープを合わせた僕だが、さすがに五大料理を合わせるなんて不可能だ。どういうこと。5つそれぞれ使う食材や調理法もまるっきり違うってのに、それを一品に。なんつー難易度だが、このお題に応えられるくらいの料理人じゃなきゃ、ナキリの母ちゃんが求めている皿には届かないってことかよ。